っとぶり。今回も三国志14実況していきたいと思います。今回からは新シリーズ。面白くできるかわからないけど、今回も頑張っていきたいと思います。どこの勢力でやるかはタイトルでわかってると思うけど、ダラダラと紹介していくよ。なんてもともこもないことを。前回曹操で統一したのは半島卓連合。宗教上の理由で同じシナリオじゃできないから、別シナリオなんだけど。今回プレイする君主が出てくるシナリオは一つしかないんだよね。ある意味レアな君主と言えなくもないか。レアだから強いとかはないから困るんだけどね。じゃあ、今回プレイするシナリオは、194年6月スタートの群雄割拠。董卓亡き後の中華で、どこが覇権を握るかの戦いが始まろうとしてる頃だね。普通なら、炎章とか曹操、呂布とか劉備が面白いと思うのに。プレイするのは会稽太守王朗。どう考えてもおかしいと思うけどな。武将も、戦闘系は良くて集金くらい。軍師系もいるわけでもなく、どちらかというと文官系ばかり。で、私的に王朗に論客でもついてると思ったけど、ないんだよねー。特性的には、かなり優秀な気はするけどなー。名声持ちは大好きだからいいけどねー。なんだかんだで優秀な愚本さん。よくわからないけど、6人しかいないのに戦術持ちが2人いるのがわかんないんだよねー。で、課金も名声持ちの優秀内政官。女性も名声持ちの内政官。内政官しかいないじゃん。そう、王朗は君主含め武闘派が一切いないんだよね。言ってても仕方ないのでー。設定は曹操の時と一緒。グダグダした部分はプレイしつつ話していく予定にして、早速始めていこう。軍師は集金か。天下統一、いけるのかな。ではでは、状況だけ簡単に確認しようかな。所持してる城は海景。北には玄白湖がいて。南の建安と西の西層は空白地。安定の最南端の日比山。生き残ることだけを考えれば海景にこもればいいだろうけど、間違いなく孫策が勢力を伸ばすわず。となると、活路は。まだ悩んでいるところだけど、海景は放棄し慶州南部へ移動しようかなと思っているよ。そこで力を蓄えて、北へ進出という流れかなと。今後の炎章とか曹操の動き次第ってところもあるよな。私的には、近場の孫策、炎術あたりが怖いけどね。さて、じゃあ、簡単な状況確認はできたので初期戦略を。タイトル通り、まず玄白湖と仲良くしておくよ。なのになんで戻ってたの。いやね、神前用のお金線がどうなんだろと思ってね。てか、玄白湖と同盟結んでるじゃん。これは好都合だね。さらに仲良くなっておいてきちんと盾として活躍してもらおう。君主の王朗を使者として送り出して、で、次は人材だよねー、と言いたいところだけど。何があるかわからないから、早急に西層を確保しに行くよ。ルートが大変そうだけど。北側を通るのが一番だろうけど、玄白湖と有用の勢力が入り乱れてそうなので、海景の西側の山を越えていくことにするよ。時間がかかりそうだけど、安全といえば安全か。出陣するのは、早い陣形持ちの人がいないし。仕方ないので、ここは集金で行くよ。ここやが一番早いとか。弱小勢力あるあるだねー。慶州南部を目指すのは人材確保の面もあるから急ぎたいんだよね。で、途中の地方を中継地点としてー。最早に入場でー。ほんとこの策がうまくいくかが勝負だから頑張れよー。
出陣です。あとは会計も捨てる予定ではあるけど、慶州南部進出失敗の逃げ場としたいので、きちんと確保して内政していきたいと思うよ。で、この出陣はまだ確保できてない会計の地方を確保するんだよ。まあ、遠く兵区必要ないから適当な武将でいいわけか。漁港さんは、まあ、ひいき目に見ても役に立たないしね。こんな感じに会計の地方を確保してもらうよ。やれやれ。次は、兵がいなきゃ戦えないので。歩兵と訓練担当を。もう微妙すぎるから、歩兵は虚構。訓練は、まあ、集金か。お任せください。あとは地方の内政を。今のところ会計西側はきちんと占領できてるようなので、能力高い人をまず担当にしておくよ。内政担当の王老課金予定で一旦決定。あとは重要なのは人材確保ってことは探索か。優秀じゃなくてもいいから、とにかく人を増やしたい。向かおう。そして、動き出す。みんな地方確保に動いてるな。まずは王老の親善外交。受けてもらえると思うけど、いらない情報を。どうやら上がらなかった政治は外交で上がるようなので、余裕があればどんどんやっていく予定。タイトル的に外交しなきゃ意味ないんだけどな。てか、探索は。どうやら、すべて失敗したみたいだね。優秀な人材を求めてー。はい、ダメー。王老軍からしたら優秀な画才を得るべく。全滅。私は諦めない。2回目の全滅。曹操での小兄大兄ではないわず。3回目の全滅。下手な鉄砲ではなく、新しい人を求めつつ軍師推薦だけを東洋に当てて。地味に軍師推薦もダメー。もう一人新しい武将が出てきたから確率は2倍なわず。どんな理論よ。画才だけじゃなく、翰林も登用対象に。もう無理なんじゃないかと思い始めてるよ。在野武将だけが増えていく。頼むぞ。さあ、もう執念だったな。画才加入から運気が上昇し、必ずやお役に立ちましょう。画才がすごいと思うことにする。で、地味に集金画才層に入場。ただ、孫策が暴れ出してるような気がする。ここからは再走を最前線として、準備していかなきゃないかもね。こちらをご覧ください。というところで、今回はここまで。少し短めだけど、やり始めると止まらなくなりそうなのでセーブ気味にしてるよ。セーブするとかいうより、ほとんど登用動画みたいになってたけど。もうね。戦争できるだけの能力もないし、できることといえば内政と探索、と用くらいだからさ。当分は地味な動画になりそうということか。先端が開けるのは当分先だから、王老の華麗な外交を楽しみにしていただければと思うよ。じゃあ、どんな展開になるかわからない王老の華麗な外交戦を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。